ハベアマタワ・シャビアは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピ。両言語名が、優劣のさなく公式名であり、スペイン内務省などは二子どもの名称を、スラッシュ記号でつなげた、ホフやザビアと表記することがある。クマルカとしては、マリーナ・アルタに属する。サンアントニミサキの風車6世紀、キリスト教徒である、西語都族の修道士がシャビアに到達し、 サンマルティミサキの名称の由来となったとされるサンマルティ修道院を建設した。シャビアには今日でも西ゴート風の名前を持つ住民がいる。トレドのレオビギルド王の息子であるヘルメネギルドはアウストラシア王シギベルト一世の娘、イングンデお妃としてカトリックに改修し、父親の怒りを買って584年にサンマルティ修道院に逃れた。 レオビンギルド王が率いる軍隊がヘルメネギルドを捕らえるために到着すると一人の修道士はポルティチョルに逃れたがヘルメネギルドと年老いた修道士は殺害された。ポプルヨ714年にはこの地域にもイスラーム教徒のウマイヤ朝が侵入した。1242年から1245年にはキリスト教徒のアラゴン王ハイメ一世によってこの地域が再征服された。 14世紀には、市街地から3 4トルの距離にあるポプルアンが、建設された。サンバルトロメ教会も14世紀に起源を持ち、16世紀には、ドミンゴでウルテアガによって、バレンシアゴシック様式の建物が建設された。ウマイヤ朝の侵入から約900年後の1609年、フェリペプ3世によって、モリスコが追放されたが、名前が刻まれた破壊しや、 陶器以外に残るムーア人の痕跡はわずかである。頻繁に海賊の攻撃を受けたことで、シャビアの住民は海岸から2キロメートル内陸に移動して街を形成し、その周囲を城壁で取り囲んだ。これが今日のシャビアの旧市街であり、1877年まではこの際に築かれた城壁に囲まれていた。長年にわたって農業が主要な経済活動であり、小麦、 アーモンド、ブドウ、イナゴ豆、オリーブなどが生産された。18世紀初頭のスペイン継承戦争では、ブルボン朝を支持したため、戦争後には果実や商品の輸出の免許を得た。港湾が築かれ、まずは小麦の輸入が、次にレーズンの輸出が町の経済を牽引した。シャビアの港の歴史は15世紀に遡るが、1871年には、 初めて桟橋が築かれて、レーズン輸出を盛り上げた。19世紀末には、レーズン貿易が崩壊し、シャビアの集落は単なる漁港となった。1950年代から1960年代には、現代的な港湾が建設された。1958年4月5日にはシャビア、公開クラブが設立され、1963年には、港の中心部に本部が移転した。 1967年には船舶の流骨を模した特徴的な形状のロレートの聖母協会が建設された。1969年にはコスタブランカ唯一となる国営パラドールが建設され、シャビアの観光業の歴史が始まった。コスタブランカの多敷地帯と同様に今日のシャビアの主産業は観光業である。レストランやケータリングなどのサービス部門が成長している。 グラナデイリ海岸シャビアは、アリカンテ県が地中海に向かって最も突き出た場所に位置する。地中海に面しており、サンアントニサ岬とナウ岬に挟まれている。標高753メートルのモントゴー山海の裏手にあり、モントゴー山海はこの地域で最も大きな町である。デニアとの境界になっている。1987年には東西に長く、 マシソデルモント号自然公園が指定された。シャビアの自治体域は約2 0トルの海岸線を持ち、いくつもの砂浜や入り江がある。シャビアの海岸線には、サンアントニサ岬、ナウ岬、ネグレ岬、マルティ岬という4つの岬がある。約9 0トル東には、バレアレス諸島のイビサ島があり、晴れた日には視界に収めることができる。エルアレナル地区にある、 国営パラドールシャビアの自治体域は、中心部のラビラ地区、港湾地区のエル・プエルト地区、近郊のエル・アレナル地区の3地域に分けられる。ラ・ビラ地区には、シャビア市庁舎、市場、文化センター、考古学、民族学博物館、サンタ・アナレーハイドなどがある。エル・プエルト地区は、ラ・ビラ地区から約2キロメートル離れており、サンバロレートの聖母教会などがある。 エル・アレナル地区にはコスタブランカで唯一の国営パラドールがあり、美しい遊歩道を持つアレナル海岸がある。内陸に向かって平坦で肥沃な農地が広がっており、主に柑橘類やオリーブが栽培されている。シャビアは人気のあるリゾートタウンであり、居住者や一年の2、3以上を過ごす長期滞在者の半分以上が外国人である。 2007年の国勢調査による人口は29,923人であり、うち53.1%が外国籍だった。シャビア視聴者2002年にはシャビアで開催されている人間チェスイベントがスペイン政府観光省によって国民的重要観光祭礼に指定された。宇宙飛行士のペドロデュケ、テニス選手のフアンカルロスフェレーロ、 人類学者のファン・ルイス・アルスワガもこのイベントに参加したことがある。シャビアでは様々なスポーツを行うことができる。旧ホールのゴルフクラブ、クレー射撃場、乗馬クラブ、公開クラブなどがある。サンファンの祭礼におけるハリコの巨大人形。ありがとうございます。